こんにちは、エグジットメタルワークサプライ清水薫です。前にメキ屋のじいさんが銅と真鍮は仲が良くて、銅と鉄は友達なので、鉄に真鍮メッキをするときに、まず鉄に銅メッキをして下地メッキとして、それから真鍮メッキをすると綺麗に上がるって言ってました。確かに言われてみれば真鍮の成分の6割ぐらいが銅なんですね。でまたステンレスっていうのも鉄と親戚で、ほぼ鉄で、鉄にクロームとかニッケルをちょっと入れて錆びにくくしてるっていう意味では、母材は鉄なんで鉄とステンレスも親戚です。鉄と銅は友達です。ここら辺を踏まえて今日はティグ溶接、まあ、直流なんですけど、鉄とステンレスを溶接、鉄と銅を溶接、鉄と真鍮を溶接、やってみましょう。それではまず最初に鉄とステンレスから溶接してみましょう。ステンレス、鉄、溶接できました。今からブランコを使って強度テストをしてみましょう。強度テストのためブランコを作ってみました。これにくっつけて強度テストしてみましょう。はい、では実際に乗ってみたいと思います。まあ、こことここを溶接しているんで取れないとは思いますが、いきます。せーの、全然大丈夫ですね。まあそれはそうですね。鉄とステンレスはもう溶接バッチリです。次は鉄と銅を溶接してみましょう。まずは仮止めします。
はい、要望は普通の鉄を使います。ちなみにこの鉄の要望、銅の色してますよね。あの理由は中身鉄なんですけど、鉄だと鉄で何もしないと鉄の要望が錆びちゃうんで、錆びないように銅メッキをしてるですね。このこれと銅溶接できました。じゃあブランコで強度テストを してみましょう。そうですね、大丈夫だとは思うんですけどね。溶接した感じ、自信があるかないかって言われればちょっと分かんないですけどね。じゃあテスト銅の溶接の強度テストをしてみましょう。せーの、おー、大丈夫だ。割と強くついてるんですね。ちなみに僕の体重は65キロです。はあ、では次です。鉄と真鍮溶接してみましょう。なんか今までと音が全然違うよね、これ。体に悪そうな白いガスが出てますね。すげえな、おい。
鉄と真鍮溶接できました、溶接できたって言ってもまあこんぐらいはくっついてるんですけどね。じゃあブランコで強度テストしてみますか、じゃあ鉄と真鍮の溶接強度テストしてみたいと思います。えっ